おはようございます。皆さんで昨日はですね、強メタルパレードがあったんじゃないですか。で、半分の体力もまだあるあったということで、で、どんどん5個のダイヤ使っちゃいました。で、結果はこうなってますんで、もうほとんどはですね、ユニットたちはですね、見ての通りトラバンシェル、デュエル SGX、レディオン、エルトリオン、ディモ2体はマックスしてしまいました。こんな感じですね。で、今日は何をやるっていうのか、カル挑戦してみたい。まあ早すぎるかもしれないが、一応やってみたいんだな。これでなんとかなるかな。このパティでやりたい。今度はこれで、はい、これで挑戦してみたい。よし、勝ってるのかな。まだ早すぎるかもしれないが、一応やってみたいと思います。ところではまだ余裕ですね。使ってる犬たちがレベルがマックスということで、防御力はなんとかね、間に合うというか十分という感じです。次のアップデートはですね、カルが三つ星になりそうだから、取りたいなぁと思ってた。で、半分の体力が、このイベントがある限りやりたいと思います。25の体力で。するので、今のところではまだ余裕ですね。
くなりそうですね。ダメージがいくから。まあ、BB のレベルはですね、今はレベル6だったかな。で、ラルバンシェルは SBB のレベル10で、ファーストフロックは全部ラルバンシェルに壊しちゃった。フィアはまだダメですね。いけるかな。ちょっとね。暗号のところにカルがなんかすごく強い攻撃を出すので、その時はですね、気をつけないと。HP を数しないと死んじゃうかもしれないから。これで。うわ。なんとかいくぞ。いけた。いけるたいな、これ。もうやばい。ドラバンシェルはですね、SPD の方を使いたいから、あれを貯めたい。ディフェンス、ディフェンスっていうか、防御力のアップの方を使いたいから、通常の BB より。
とかね、いけそう、入るような気がします。まあそろそろね、ちょっとで、なんか余裕だね、意外と。まあ、カールはですね、もうそんなに難しくないから、いいメドで。まあ、グラディンスのリーダーのおかげですね、防御力と HP が。なんとか、よかったからさ。少しで、これで決まりかな。なんかペースがちょっと早すぎてかもしれないな。ちょっと早すぎる。2週間遊んで、カルなんとか取れました。まあいいんじゃないですか、これで。よし、カル君よろしくね。ダイヤももらっちゃいました。スフィアはこんな感じだったんですよ。ダメだろソフィアは。まあなんとかでこれで受けたので、まあそれで以上、まあ、クエストの方はですね、セグラは倒しました。で、なんだろう、あれで
これで終わりにします。ありがとうございました。見ていただいてありがとうございました。まだ登録していない方は、どうぞぜひ登録してください。またブレイブフロンティアの動画を見たいなら、こちらのイメージをクリックしてください。登録はどうぞこちらに。はい、ありがとうございました。